1331年になりました。で、お金全然増えなくて、ここにプリンス用の領土を作った、キングダムっていうのも、実はもうカルパッチャ帝国ってすごいことになってて、キングダムが5つぐらい、1、2、このキプロスっていう、キングダム・オブ・キプロスも入れて、最近プリンス用に作ったやつも入れると、1、2、3、4、5、6、6個もあんの。それとは別にモルダウ共和国とかあるし、このモラビアってあるんだけど、これはこの間手に入れたところね。これを、まあ、ボヘミアに変えたいなとは思ってる。ボヘミア王国にしたいなとは思ってんだけど、それポーランド王国も実際は傀儡政権、傀儡という割にはうちの人に攻められてるけど、これダッチが攻めてるからね。もう信じらんない。もうめちゃくちゃだよ。まあ、そんなんで、とにかく王国作んなきゃいけなくて、そうしないとなんか格が合わないという感じに。次のね、後継者だから。それで、あと、王国とか持ってるとね、多分ね、このプレスティージが勝手に溜まってくんじゃないかと思い込んで。詳しく知らないけど、そう思ってんの。で、問題は今、この、ここの王国で起こってて、これ、反乱しやがったの。こいつが。アッターキングキング、なんていうの、ギューラー・オブ・ルシアナ。彼だと思うんだよね。彼そんな名前なんだ。ほんとだ。うちの、いとこっていうか、おいっ子か。おいっ子になるんだ。へえ、おいっ子か。ちょっと待って。結構いい加減にやってるかが。お母さんとお父さんが。キエフ。ああ、バザラスの子供だもんね。なんか兄弟だ。むむ？よくわかんない、このケースの見方。まあ、とにかく、1個上か2個上の兄弟の家系なんだけど。あとは、とにかくお金足んないんで、ここ攻めたいんだけど。2つ方法があって、ここの、ここ取ってボヘミア王国目指すか、ここかな？ボヘミア王国ってそんな感じなんだよ。これだ、今半分モラビアを手に入れたところって感じなの。モラビアこれでいいから、でこれをモラビアに入れてもいいなと思ってんね。ボヘミアができたら、多分ボヘミア王国的には多分これ入ってんじゃないかな。だからこれでボヘミアンだから、ただね、持ってるのがね、これが神聖ローマ帝国で、こっちはローマ帝国の反乱側だから、それが悩みの種なのと、あとは、イギリスがどうやらこちらから攻めてる気配なんで。ん？え、この人？あ、クイーンに変わった。あ、でもほらほら攻めてる。ここの、こちら側を攻めてて、バラントってのはどこだろうって見たんだけど。バラントだよね。この辺りだったよ。
ちょっと待って、もう、あ、違った、ブラバントだ。すぐに忘れちゃう。ブラ、あったあったあった、ブラバント、ここ、ここ、ほら煙出てるもん。でこれイギリスの領土がここにあるから、ここから難癖つけて攻めてんじゃないかな。そうするとここも取られちゃう、ここも取られちゃうっていうと、なんかこいつら弱くなっちゃうんじゃないかなって心配してて、先にここ取るべきか、それともここを取るべきか悩むところなのだけど、お金貯めようと思ってたのに全然貯まってないっていう。だからまあ、あと1年我慢しなきゃダメなのかな。戦争終わっちゃうかもしれない。ここはね、うちがもうしっかりとクロアチアのやつが2年か3年かけて完全に占領しちゃったんだよね。あれ？と、これスコアが 55%。 あと黙って占領続けてればいいんだけど、ここに攻めに行ってるから、何考えてんのかな。ここも占領しようとしてんのかな。信じらんねえ。年が明けて、ここの戦いは、ここだけ占領して、こいつら回復しに戻ったのは多分戦力足んないから。ここはあとちょっとで落とせそうで、一応王子側が勝ちそうなんだけど、そんなこと言ってたら、ここで、なんだっけ、あ、違う。シレジアの一番南のところは取っちゃった、こいつが頑張るな。こことあとこれ2つしかないんだよね。1個しか。あと問題なのは弟で、第二次ダマスカス戦争始めちゃったんだよ。これかな。これセカンドエルサレムホーリーウォーフォーダマスカス。ダマスカス戦争前は手伝いに行ったんだけど、今回お金が、あ、3400まで回復したね。じっと見てるだけだと回復するんだよね。だからもう少し観戦モードじゃないと、もうどっちに行くか決めらんなくて。あ、なんかやってる。こいつらバカだな。バカかこいつら。イングランドに戦争売ってんの。あ、違うな、これはあれだ、ポメラニアだ。ここだな、取り返したいんだ。取られてあるから。いや、みんな欲の皮が突っ張ってますよ。あー、ハイクランウォールストリティペルシアでね。こっちもそろそろ法律変えようかな。こいつはハンガリーの方の法律がアグナティックだけだから、帝国の方はアグナティックに戻したんだけど、こっちまだ男系だけなんで。マックスか、マックスにするかな。悩むとこだけど、どっかでマックスにしなきゃいけないんだろうな。アクションがない。今やるか。
マックス。セントライゼーションが先かな。よし、これだ。これ。I was trying to teach. ああ、いいよ、もう。反対が多いな。45。おお、いった。マックスになりました。これで多分みんな怒ってるんだよね。あ、下がった。10年、5年我慢してんため。5年戦争できないですな。小さな戦争ができるけど、1個だけ取るとかやればよかったかな。まあ完全にここ一旦ここ解放に行くんじゃない。あ、解放しない、占領しに行っちゃった。もうパターン決まってるよな。こっちは早いな、守備兵少ないから。あー、終わった。そうだろうな。うん、ここの土地を奪ってもいいんだよね。ここまで行かないですか。ここは戦いまで終わってないな。勝利度は 88%。 ああ、そろそろ。ということで、とうとう法律をオーソリティマックスまで、絶対主義の一歩手前ってやつでしたところです。軍隊の動員力は6万。強くなったよね。